るんです。いっぱい。そう。何年間こっちいらっしゃる？40年。どちらさんのお宝ですか？私の両親、親、母親と父親。二人でも。はい。で、5年も咲き続けられる。おお。ベランダで。私マンションに住んでるんです。ここに土を持ってきて、今お花がないからシクラメンを抜いてね、シクラメンもね、一つの鉢に100本くらい抜ける。で、5月まで楽しめるんです。わかります？私ね、本当にね、自然ってすごいと思いますよ。それでどうやって取るんですか？私も、まず。こういう風にして、まだ何もやってないのにお掃除してないですけど。あ、すいません、ありがとうございます。そうですよね。私に説明します。いや、これは私の自分の納得でやってることですから、人には手伝ってもらいたくないんです。すいません。じゃあ、いや、それぜひ気持ち的に。いや、はい、本当にすいません。そういう感じでね、毎月来ておりますので、お花が変わってたら、春になったら自分のうちの庭のお花を持ってきてる。それをために菊だとかそういうのを植えてる。間違いなくお父さんとお母さんも、はい、天国で非常に、うん、もうね、私おかげでこうやって車もう70過ぎてますけど、車運転できて仲間入りできて、それでおまけに書道のあれを熟をしながら自分も出品しております。で、年間に、勉強してできるっていうことは、ね、親に苦しくて健康な体だけでもね、感謝です。健康保険証って知ってます？国民健康保険証、それになってから全然使ってない。健康なんです。体が丈夫っていうのは親が授けてくれた体ですから、本当にね、はい、どうもありがとうございました。どうも。Thank you.